おはようございます。モテキ工作海空研究所朝礼、今日は令和6年2月2日でございます。まずですね、何しようかな。まず業務連絡ということでね、善くんのインスタを確認ください。今シーズンの善くんのトライのハイライトシーンがですね、まとめられておりますので、必ず皆さんね、ミスラ研究所のメンバーの皆さんはぜひね、善くんのトライシーンを目に焼き付けていただきたいなと思っております。まあ、焼き付けたから何なのということは、あえて言わないですけども、見た方がいいよ、絶対に。何でしょうね、トライシーンは、まあ、善くんが嬉しかったよっていう話なんだけど、本当は。なんだろうな、見た方がいいと思うんですよ。ロジックはありません。ロジックはありませんが、ぜひ皆様、前句のね、インスタの方に、素晴らしいトライの数々がね、こんなにトライしたのね、と。まあ、それだけでも、なんていうんですか、ちょっと気分良くなるじゃないですか。スカッとするんですよ。それだけでいいじゃないですか。っていうね。まあ、あとは、あかねさんのストーリーズね。皆さん、毎日見ておられると思いますけど、まあ、カンくんネタで、こう、ね、ハートマークつけるか、全くんマークネタでグッドボタンを押すか、ね、どちらですか、皆様。で、僕はですね、今朝のリーグワン、レッドハリケーンズのね、リーグワンの記事ですね。まあ、それを熱く紹介されてたんで、あかねさんが。そうかそうかと。そこまであかねさんを熱くさせるんだったらと思ってですね、ちゃんと読みましたよ。まあ、まあ、記事ね、一つのリンクから飛ぶ、あかねさんのストーリーズのリンクから飛ぶと、最初に浦和の方のチームのね、記事が出てて、で、中段ぐらいからレッドハリケーンズの記事になってるんですけど、で、まあ、茜さん自体はね、その吉沢太一選手をフィーチャーした、そのレッドハリケーンズの記事の、まあ、そこに感銘を受けてるというか、頑張れ吉沢太一と、そっちが熱いよねって話だと思うんですけど、これ、両方熱いから、浦和の方もね、めちゃくちゃいい記事なんで。っていうか ラグビー好きの人ってやっぱり熱くなっちゃうのね、文章もね。もう、特に浦和の方はね、なんて言うんですかね。まあ、特にその NTT シリーズとか、その大会の言われとか、僕よく知らないんですよ、はっきり言って。で、ワールドカップぐらいしかラグビー見ないし、みたいな。ね、ところですけど、あ、友人さんおはようございます。そう、ワールドカップぐらいしかラグビー見ないですけど、なんかこう、ラグビーに関わってる人のとか、ラグビー好きな人のとか、その人たち独特のなんか、やっぱ異常に熱いと思うんだよな。サッカーファン、野球ファンをやっぱ明らかに超えてると思うんですよね。なんでですかね。これね、暑苦しいと表現するのかもしれないです。なんだったら。でも、その暑苦しいも悪い意味じゃないんじゃないかなと思うんですけど、とにかく、なんでそこまでっていう、一途な感じっていうか、懸命な感じっていうか、あ、人はここまで熱くなれるのねっていうのが、特に俺、浦和の記事の方に感じたから、その記事それぞれね、レッドハリケーンズの記事と、浦和の方の記事で、こう別な人がもちろんね、担当記者さんがいるんだと思うんですけど、別々に、こう、記名記事として書かれてるんですけど、両方めちゃくちゃ熱い記事なんですけど、その、浦和の方は男性の記者さんなんですよ。で、レッドハリケーンズの方は女性の記者さんなんです。これはなんかぜひ見てほしいですね。
すっごい出てるんですよ。ラグビーの、あの、熱いですよ感が、あの、文章でこんなに出んのかっていうぐらい。で、両方熱いんですけど、あの、明らかに、なんて言うんでしょうね、男性女性なんじゃないかな、やっぱりな。あの、父性と母性じゃないですけど、すごく、うん、名前はね、記事の書いた人の名前は一番最後に出てくるんで、あの、違う人が書いてるって、分かって読んでるわけじゃないんですけど、文章を読んだだけで明らかに男性の熱い人だな。で、レッドハリケーンズの人は女性の熱狂してる人だなっていうのが、分かっちゃうぐらい。なんかすごい面白い記事だなと思いましたね。そしてこう、なんでしょうね。ラグビー独特の、独特だと思うな、やっぱり。サッカーの記事も面白いけどね。で、野球ファンは野球ファンでさ、阪神ファンはこういう風に熱狂するとかいろいろありますけど、なんでしょうね。なんなんでしょうね。その、文字一つ一つに、その、力こぶが見えるというか、その砂塚さん的な言葉でいくと脳筋になるかもしれないですけど、いや、なんて言うんでしょうね。いや、筋肉だけじゃないんだよな。やっぱ、こう、厚さが違うんだよね。で、ただの熱狂でもないというか、何なんだろうな、ちょっとこう言語化が難しいんですけど、ぜひ読んでほしいです。読んだらなんていうか、わかるなって思ってもらえるんじゃないかなと思うんですけど、なんかその、いい文章か悪い文章かとか、そういうことじゃないんですよね。読みやすいかとか読みにくいかとか、そういうことでもないというか、あの、普通にいい記事だし、あの、いわゆる記者さんの書いた記事、プロの書いた記事なんで、あの、読みやすい記事なんですけど、でもなんかその、普段読んでるのとちょっと違うっていうか、その、読んでるだけでスマホが熱を発しそうな感じなんだよね。もう、暑苦しいなぁっていう、その、いや、面白いですよ。ぜひ読んでほしいですね。で、まあ、あかねさんの方がおすすめしてるのは、その、もちろんね、レッドハリケーンズの方の、感謝してもしきれないというね、その、感謝の思いを、汲み取るという趣旨の記事なんですよ。吉田太一選手っていう、まあもうベテランなんですかね。ちょっと、あの、詳しくはよくわからないですけど、その7人制ラグビーのオリンピックの、あの、選手として選ばれてるんで、その、まあ二足のわらじみたいな感じになっちゃうとね、あの、どこまでやれるかみたいなことがあるわけですよ。で、その、こう、いろんなストーリーが、書かれてて。もう結局、こう、なんていうのかな。やっぱフォーカスの当て方が違うんだな。その場面として、あ、ここいいシーンだなって思う、切り取り方っていうか、そこが多分、その、同じ熱苦しい文章なんだけど、あの言ったら。でも女性っぽいなっていう、女性目線だなって思う。すっごい優しいんですよね。優しくて、あの、グッと来ちゃうっていうね。で、赤井さんがこう、ぜひ読んでって言ってる気持ちは、うまく言語はできないけど、読んでよかったなって思いましたね。そこまで言うなら読もうかなと思ったから読んだんですけど、これはぜひ読んでほしいですね。紙記事じゃないですかね。いわゆる、自分的な紙記事をシェアしようぜっていう、あの欲求何なんですかね。この動画いいよ。で、シェアするとかさ。シェアしたところで、なんか別に直接的に自分にメリットがあるわけじゃないんですけど、でも分かり合いたいんだよね、ああいうのをね。熱いよね、と。素敵だよね、って共有すると、なんかちょっとだけ自分が世界を変えれたような気がするっていうね。でもまあ実際変えてるんですよね。その、なんていうか、大それた意味じゃないんだと思うんですけど、その自分の大発明で革命的にこう人々の思想から何から変えてしまったみたいな、その iPhone の発明によってね、あのマーケティングの全てが変わってしまったみたいな、そういうことじゃだけじゃないと思うんだよね。世界が変わるっていうのはね、そのささやかにこうこれいいんじゃないって言って、私はこれ好きだなとか、それをシェアしてへーって言って、あの、まあ、実際読んでみたら、あ、確かにってなるっていうのも、世界が変わるの一部じゃないですか。
だからなんかそう、ちょっとあかねさんのね、あ、清水さんおはようございます 今朝のトラッキング ありがとうございます ありがとうございますってのも変ですけど 始まりましたね、体重トラッキングね。いや、でも面白いと思いますね。そうで、なんかそうそう、まあ清水さんのささやかなトラッキングにしてもね、あかねさんのこの記事素敵だからみんなにぜひ読んでほしいとかっていう、その感動を伝えるとかでもそうなんですけど、その記事シェアしたからとか、体重書いたからとかさ、何にも別に大したことじゃないといえばそうなんだけど、でもちょっとだけ世界を変えてはいると思うんですよね、その厳密に言えば 厳密に言えば。で、なんか大したことじゃないですよって思うよりは、大したことじゃないことをやりながら、これでちょっとずつ世界を変えてると思った方が、行動しやすくなるんじゃないかなとは思うんですよね。なんかやる気出るじゃん、その なんていうか これでいくらもらえるとかじゃなくてさ、これで何が得するとかじゃないけど、それをやることで必ず何かの世界がちょっとだけ変わるという方にフォーカスした方が、でそれは事実なはずわけで、でそっちになんかまあフォーカスするだけじゃないですか。そうするとなんか発信も行動もしやすくなるし、で、なんだったらね、仲間にこれ進めるとかっていうのも躊躇がなくなって、誘うとかでも躊躇がなくなって、で、仲間も増えやすいでしょうし、分かり合える人も増えやすいでしょうし、でもなんか内心、その違うと思ってたとかっていうことも、ちゃんと早めに顕在化して気づかないうちにこう、ね、和解してた方が、本当早いみたいなこともさ、ずっとくすぶって本当はこうなんだけどなみたいなので、結局傷が大きくなるみたいなことで、もうさっさと外に出した方がいいんですよね、基本的には そんな感じじゃないかなと思いながらね、熱い記事読ませてもらいましたよ、リーグワンのね。あかりさんありがとうございます。おかげさまでね、私の今朝1時間の世界が変わりましたんで、世界を変える女 森を高めということですね はい。あとは、何ですか。まあ、みんなのストーリーズ紹介っていうのが、この朝礼の趣旨ではないんですけど、やっぱりやりたくなっちゃうね。寺石ゆかさんのストーリーズを皆さん見てらっしゃいますでしょうか。まあ、冒頭、もう一回最初から行くと、まずね、全くんのインスタで、今シーズンのトライのハイライトシーンが全てまとめられておりますので、必ず皆様最初から最後まで目に焼き付けていただきたいなと思っております。焼き付けることによって何がやれるかというのは全く分かりませんけども、すごくいいよと、見た方がいいと思うんですよ。なんですかね、まあ見た人がどのように感じるかそれぞれだと思うんですけど、まあ、前屈すごいなんかもしれないし、まだまだわしも負けてられんと砂塚さん思うかもしれないし、その分かんないけど いやでも見た方がいいと思うんですよねっていう話です。で、あかりさんのレッドハリケーンズのね、リーグワンの記事なんですけど、まあ、そこのリンクもあかりさんのストーリーズの方からリンクが貼ってあるんで、見た方がいいよと。もうなんていうか、スマホ、持ってるスマホがこう、やけどすんじゃねえかっていうぐらい、その熱い記事なんで。で、これは熱いとかじゃなくて、もう、これはもはや熱苦しいですね、と。でも熱苦しいが、なぜかなんだったら心地いいと言いますか。まあ、あれですね、サウナですね。暑いとかいうレベルじゃないんですよ。30度とか35度とかって普通の気温じゃないんです。もう100度近いんです。で、完全にこう人間が生存できる限界を超えてますっていうレベルのね、暑さの記事なんですけども、ジュッとなってからふっと我に返るみたいな、その落差によってね、健康的な生活が送れるという、まあ、サウナ効果がね期待できますね 何を
いや、なんかそういうことじゃないんだよ。まあ、とにかく、いい記事だよっていう話なんです。で、あとは、ゆかさんのね、あの、ストーリーズもね、なんていうか、あの、まあ、もちろんね、走り幅跳びで記録更新とかも、あの、勇気づけられるんですけど、今朝もね、朝ごはんのメニューが、写真とともに載ってるんですよ。で、こんなに食べてんだから、この人がこんなに食べてんだから絶対元気でしょっていうね。それだけでも、うん、素敵な話なんだけど、なんか、何のためにこれを食べているっていう。あの、これのためにブロッコリーを食べているとか、これのために卵焼き、目玉焼きを食べているとか、あの、このブレッドはこういうことにこだわっているとか、まあ、一言こう、ラベルがついてるんですよ。いや、なんか、まあ、勉強になると言ってもいいんだけど、そうやって食べ物の一個一個とか素材一個一個に、まあ、ゆかさんが何を意識してるかとか、まあ、そういうのが、こう、たったささやかなね、ストーリーズの一枚で、いずれ24時間経ったら消えてしまうようなものなんですけど、なんていうかね、食べるものに感謝してるんだろうなぁと。それは感謝みんなしますよと言うかもしれないけど、いや、なんか、ああやって文字にしてラベルに貼ったら全然その感謝のレベル違うんじゃないかなっていうぐらい、そのすごく明確に何を具体的に自分の体の中で何を起こすとか、まあ、だから筋肉作るとか、血流を良くするとか、わかんないですけど、いろいろあるじゃないですか。それ意識しながら一口一口で一噛み一噛みこうゆっくり噛んで、っていう時の感謝は、すごく具体的だな。感謝ってすごい抽象的ですけど、ありがたく思ってますよっていうのはね、まあ口に出すだけで、なんとなくそういう気分になるんで、それだけでもいいことだと思うんだけど、感謝を具体にするって結構難しいことじゃないですか。で、食事への感謝とかよく言いますけど、難しいっすよ、はっきり言って。なんかその毎回毎回さ、そのシェフが持ってきてくださるときに、これはどこどこで取れた何々で、このように調理することによって、このように旨味を吹き立てましたみたいな、もう、よくね、その高級なとこ行くとね、そういうの解説してくれたりするじゃないですか。まあ、それによってこう、なんか、ちょっと感謝の度合いがぐっと上がって、ありがたいですね、と。そんなに貴重なものをいただきます、みたいな感じになるじゃないですか。あれに近いんだと思うんですよね。あれをだから要するに自分でやってるってことだと思うんですよね。ゆかさんのストーリーズの投稿って。素材、まあだから誰でも食べれるあのブロッコリーを茹でたもの、まあみんな食べてると思うんですよ。で、普通に食べてると思うんですよ。ゆかさんはああいう風な意識で、このように茹でることによってこのような体に対してこのような作用をもたらすと、おかげで私は今日も元気ですと言って噛み締めてるんですよね。これ感謝の具体化の度合いが全然違うっていうか、同じ感謝してるでも、で同じいただきますはみんな言ってると思うんですけど、全然違うよねと思ったりしましたね。なんかそのちょっと大げさに広げすぎかもしれないけど、これはなんかいいやり方だなと思いましたね。写真撮って、素材の一個一個に、ね、これタンパク質と。これの魚によるタンパク質とオメガ3脂肪酸で、このように、僕の体の中では、筋肉を作り、骨を作り、そして細胞膜を作ってくれてるということを いちいち意識してたら、まあ疲れるかもしれないけどね。まあでも感謝の度合いってそういうことだと思うんだよね。その具体的にどこまでちゃんと意識できるかみたいなことなんじゃないかなと思ったりしましたね。ゆかさんのその1枚のストーリーズですけどね。まずはもう見たらね、あの量からしてこんなに食べるのと思いましたけど、まずね。朝からこんなに食べるってことは、朝の5時から1時間ライブしてるからね。まあもうすでに相当なエネルギー消費してるんで、まあ必要なんでしょうね。
つまりだからめちゃくちゃ元気なんでしょうね。そのそれだけでさいいとこだなと思いますよね。はい、まあだからそんな感じです。あとは何でしたっけ、ひろみさんか、ひろみさんもねインスタに毎日毎日投稿で今朝も上げられてますんで、ぜひね皆様見てください。そうひろみさんの今日の投稿の話じゃないんですけど、以前さ、モテ作じゃなくてモテ工作海空研究所の、オリジナルソングを AI で作ってくれたことがあるんですよ、ひろみさんがわざわざこんな俺のためにみたいなね、その感じでしょ。いやなんか普通にあのまあ AI の勉強がてら、あの今ねサウンドの生成 AI とかもめちゃくちゃこう機能がすごいから、あのこういうのやってみましたと、今勉強してるんですつって、で僕の海空研究所のウェブサイトのさ案内の説明文みたいのをそのまま歌詞としてペッとコッピーして投げるといい感じのオリジナルソングを AI が作ってくれるというね、まあ、それをこうひろみさんがさ以前こう投稿してくれたことがあったんですけど、なるほど、なんか今更なんですけどね、僕もちょっとねあの普通の AI あの試してみたんですよ今朝ね、あのいやまあ分かっちゃいたんですけど分かっちゃいたんですけど相当っすあの海空研究所のオリジナルソングの時はあのまあ割と説明の文章で、まあ割と文章量もたくさんあったから、で、それをコピペしましたよって言ってたからさ、まあ確かに文、テキストのね、情報量がめちゃくちゃ多ければ、ある程度良きに解釈してくれるみたいなことは、AI って、まあ最近の AI だとそうなのかなってちょっと思ってたんですけど、今朝僕がやったのはですね、今度、まあ年度末の報告会みたい、研究報告会みたいので、パラを、の、まあ、20年ほどですね、僕が、パラオ共和国っていうね、日本の南の3000キロ行った南の島なんですけど、まあ、そこで、観測を、気象観測、海洋観測をやるっていうのが、こう、僕の結構な仕事のメインだったんですけど、まあ、それの、こう、なんていうか、総括っていうか、こんな成果得られましたよとか、こんなことやってきて、こういうこと分かって、未来はこうなるといいなみたいな話をですね、まとめたプレゼンをするってことになって、で、まあ、そのプレゼンの準備してたんですけど、いや、なんだったらその、数の AI でね、ちょっとテーマソング作ってみようかなと思って、でも、まあ、かといって、中身がさ、あんまり小難しい、こう、説明文たくさんあっても、歌詞っぽくならないだろうなと思って、あえてね、タイトルだけ入れたんですよ。その、スーム AI の、サウンド生成の画面でさ、まあ、なんか、テキスト書くとかあるんですけど、で、パラオの空でっていうタイトルだけ入れたんですよ。そしたらね、すっげえ良きな歌詞を勝手に書いて、すっごいいい雰囲気の、なんていうか、コーラスと、A メロ、B メロみたいな。すっげえいい曲作ってくれて、で、4、5曲ぐらい、こう、適当にこう、なんていうの、バリエーション作って、で、なんだったらちょっと歌詞を書き換えて、春の歌を夏の歌にしようかなとかっていうのを書き換えてもう一回みたいなのを、2、3回やったらですね、めちゃくちゃいい、なんか、歌できて、まあ、これをね、プレゼンにそのまま使うことはないと思うんですけど、なんだろうね、プレゼン作る時の自分の気持ちの乗り方は違うなと思いましたね。自分を乗せるために自分でオリジナルソングを作るというね。これはなんかちょっとありだなと思いましたね。なんかその、歌ってまあいろんなね、効果効能があるからみんなこう、永遠に愛してやまないものなんでしょうけど、AI でわざわざ作って、で別になんかその、誰が歌ってるのかよくわかんないっていうか AI なんでそもそも。で、
もうなんか、もう本当にね、機械音の声じゃなくて、本当に素敵な人が歌ってそうな、ちゃんとしたこう人間の声なんですよね。女性の声だったり、男性の声だったり。それができるんですけど、で、いよいよこれ、なんていうか、誰のファンとかでもないしさ、何をどう応援してるのかよくわかんないんだけども、単純にまあ、ね、メロディーラインとか、サウンドの良し悪しだとか、まあ、それだけでさ、もうそこにもちゃんと価値があって、でもなんかそのお金払うでもなくね。でもこれ何が、意味あるのかなというか いや、意味あるんですよ。すごいなとは思うんですけど、これし、あまりにも簡単に、あまりにも素敵なものが、誰ってもワンクリックでできちゃうみたいな状態になってて、本当工夫の余地もないみたいなさ、余地もないこともないんだけど、工夫しなくてもここまでレベル高いのかっていうのに、まあまあ今朝ね、ちょっと感動しつつですね、あ、ヒロミさんこうハマってたのここなのかとちょっと思いながら、そう結局、なんていうか、自分の機嫌を自分で取るみたいなさ、そういうことかなと思いましたね。自分がいい気分になるための、それっぽい歌詞で、この曲のこの歌詞共感するわ、みたいなのってさ、まあ好きなアーティストとか、好きな歌とかって今まででいくとね、それはなんかこう何曲も何曲も聴いている中で、まあメロディーから入る人もいるでしょうし、そのビジュアルから入る人もいるでしょうけど、まあなんかよくあるじゃないですか、この歌詞私響くのよというね、そのなんでこのこと 響くのよってなっちゃうじゃないですか。あれに至るまで、あの出会いに至るまでにまあまあのステップを必要としてたんだけど、これ一発でね、こう自分に最適化した、自分がこう盛り上がる、自分の機嫌を一番上げてくれるものを自分でその場で作るみたいなのは、割と面白い、こう、新しいクリエイティブというか、そんな気がしましたね。数の AI は、ちょっとヒロミさんがね、紹介してくれて、自分、わざわざ、ミソラ研究所の、歌まで作ってくださってからですね、ちゃんと試して手出すのを怠っていたんですけども、まあ、今朝、たまたま 朝活でね、プレゼンの準備ちょっとやってた時に、後でちょっとね、シェアしますね。できたの。なかなかいい曲なんだよ。で、今ね、そのプレゼンのスライドの表紙だけ作ったんですよ、とりあえずね。それもちょっとシェアします。なんか、なんだったら ちょっとこれは分かってもらえると思うんですよ。まあ、プレゼンの中身そのものが、こう、分かる分からないとか、興味ある、ないとか、っていうのもあると思うんですけど、それはこう置いといて、まあ、俺今日これやったんだよと、朝の1時間で。で、ちょっとそれを見てほしいんですよ。スライドをこれ作ったと。で、なんかこのスライドを作りながら、こういう気分になりたいなを、数の AI のサウンド生成 AI でね、ちょっと1曲作ってみっかってなったんですよ。で、パラオの空でっていうタイトルだけ入れたら、これができたよっていう曲をね、シェアしますんで、ぜひ聴いていただきたい。これちょっとね、全然ヒロミさんの話じゃなくなっちゃってるんですけど、まだヒロミさんがね、その素の AI ですごいハマってるっていう話がなかったら、多分ね、こうなってなかったと思うんです。だから、これも、だから世界を変えてるって話だと思うんですよ。それはその数の AI の、開発者がね、世界を変えてると言えば、みんなこう、そうだねってなると思うんですけど、いや、じゃなくて、ヒロミさんが、数の AI 面白いじゃんっつってハマって、こういうことやってみたよっていう、まあ、なんだったら3回ぐらいクリックしたらできるようなことなんだけど、それいいよって人に言って、で、僕に渡してくれたわけじゃないですか。で、それをこうね、公のインスタグラムで紹介してくれたりとか。それも、なんか、こうやって世界を変えてるんですよね。少なくとも僕の今日の朝活の時間はね、すごく豊かになったし。で、
世界を変えるはものすごく大きく世界を変えるのニュアンスでみんな使うけど、もう本当にささやかにちょっとだけ変わるのも含めたら、自分の行動がすごいこうポジティブになるというか、やりやすくなると思うんですよね。発信にしても、なんかちょっとおすすめするとか、これやってみるのどうとか、仲間も増えやすいでしょうし、だからその清水さんがね、今朝の体重何キロですっていうのも、これ世界を変えてると思うんですよ、僕は。その、いや、体重変えただけですよって清水さんは思ってるかもしれないけど、いや、なんか、俺変わってると思うんだよな。って思った方が、なんか、記録も続くと思うし、その習慣化とかってさ、そのみんなの前で宣言するとか、昨日もね、そういうニュアンスで、こう、続くためには、思い切って、みんなの前で、みたいな、そういうのもあると思うんですけど、ま、もっと行くと、こう、自分がやったことがさ、世界を変えてると信じちゃう方が、続くんじゃないかなという気は、したりしますね。なんだったらね。まあだから、この、よくわからないけど、なんだか毎日喋ってる、ふわふわした話を毎日喋ってますねっていう朝礼もさ、何の意味があるんですかって捉えようと思ったら、そうも捉えれるけど、これで世界を変えてるんですって僕が信じてる方が、これ続けやすいんじゃないかなとは思うんですよね。うん。そんな大、で、その世界を変えるためにこの条例してますって言うと、めちゃくちゃ大それた野望もお持ちなんですねって、みんなこう、そういう文脈で受け取りがちなんですけど、いや、そういう風に捉えることが全てじゃないというか、いや絶対だって聞いちゃったんだから。で、その世の中に出ちゃったんだから、何も変わってないってことはないじゃんと。ちょっと何か変わったじゃんっていうぐらいの話なんですよ。で、それが大きいか小さいか、化けるか化けないかとか、そんなことはもう、なんていうか、人間の頭で気にしてもね、どうせ分かることじゃないんでっていう、話なんですよ。でも、その、世界は、ちょっとだけ必ず何か変えてるよねって思ってる方が、これ続くなーっていうか、この、自分がいることで変わってるから肯定しやすいっていうか、自分の行動とか発信とか、まあ、なんか中身のない話をしてますねと言われるかもしれないけど、そういう見方はもう自分の中から排除してですね、中身があるかないかは分かんないじゃないですかと。でも世界は変えてるんですと言われば、これ割と何でもなんかそのね、喋りやすくなるし、だからそのスピーチとかだってさ、うまくやろうとするからできないみたいな話あると思うんですよ。素晴らしい中身のある感動するスピーチを、しかも面白くてユーモアに溢れてて、聞いてよかったと、ありがたいみたいな。思われるスピーチをしなきゃいけないと思うと、ガッチガチになってろくでもない結果になるっていう、その上ずっちゃって、何も出てこないというね、話だと思うんですけど、いやいや、もう別に、中身云々とか、話す内容が素晴らしいかどうかとかじゃないんですと。たって前に話して、何か声を発して、笑顔を向けてくれるだけでね、あなたがそこでこう立ってこう何か伝えようとしてくれたんだよというのが分かるだけで世界は変わってるんですと思った方が、その人のスピーチはね、多分自然にいい感じになるんじゃないかなっていうね、そんな感じだと思うんですよね。そんな感じで今朝もやっていきたいと思います。ということで、佐藤ひろみさん、おはようございます。ひろみさんのね、指示を受けまして師匠というか先輩というか、スンの AI、初挑戦いたしました。後ほど、私の初スンの AI 作曲オリジナルソング、パラオの空でを、サロンの中でね、シェアしたいなと思います。ありがとうございます。そして、川明さん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。なんかこれね、あれですね。プロフィール写真とかって、この
いつぐらい前でしたっけね。なんか、みんなのプロフィール写真、これどうっていうのを僕がね、勝手にね、まあ、加工とは言わないですけど、要するに、顔大きい方がいいじゃないと。で、カメラ目線で笑顔の方がいいじゃないと。いう、なんかその、それっぽいこと言ってさ。で、例えばこんな感じいいんじゃないっていうのをメンバー全員分作ったことあったんですよ。あのプロフィール写真のノリでいくとですね、まあだからいらぬおせっかいだけど、まあユージンさんとかね、採用してくれたわけじゃないですか。ユージンさんとシュエさんか。シュエさんなんかは、あ、なるほどと。ちょっとドアップは気恥ずかしいんだけど、変えてみようかなって言って採用してくれて、で、そのまま使ってくださってますけど、メンバー一人一人のオリジナルソングをね、勝手に作っちゃうっていうね。で、送るっていう。その、送るっていうか。まあ、サロン内でシェアして、まあだからその活動を表現しているのか、今取り組んでいる、ね、課題とか、チャレンジしていることとか、そのストーリーに沿ったものをオリジナルソングにするのかちょっとわかんないけどね。なんかあっても良さそうじゃないですか。で、それを送り合うっていうね。で、それはなんか非常に今思いついたんですけど、プロフィール写真の次にプロフィールミュージックっていうか、俺こういうやつですみたいな、そのでも自己紹介をそのままするわけでもなく、なんか俺的テーマソングみたいな話ですね。うん、ゆかさんってこういう人だよねとか、愛さんってこういうことやってるんですよねとか、それからこう伝わるオリジナルソングを数の AI で作るとかって、ひろみさんの秘密基地はこうなるんじゃないかなみたいな、とかこれもうやってみようかなと思ったりしましたね。佐藤南君おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村修平さんおはようございます。寺井修華さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。今朝の体重しかと確認しております。ちょっと減ってるんですかあれは。それでもあれなんですかね、朝測るか夜測るかでの差があの範囲ぐらいまではやっぱり動くってことなのか。まあでも、測る基準が、こう以前からね、ちゃんとあって、毎朝実は測ってたんですと。こういうタイミングでこういうふうに測ってたんですっていうのは。これは、なんていうか、マイルールなんでしょうけど、マイルールって、割とね、なんかシェアする機会ないですけど、意外と、こういう中ではね、俺もそうやってるよっていう人もいるかもしれないし、なるほど、それはいいかもね、っていうね。つい忘れがちだけどそれはいいかもねってなる人もいるかもしれないし、いいっすよね。なんかマイルール、なんかそのよほどシェアするほどでもないけどねっていうやつの一つかもしれないですけど、個々人はそう思ってるんだけど、意外とシェアされた側はね、はあなるほどって思うやつだと思いましたね。はい、山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、全くん、かんくんおはようございます。全くんのトライのハイライトシーン、ぜひ皆様見てください。私は3回見ました。そしてあかねさんのね、リーグワンのレッドハリケーンズの記事ね、ぜひ読んでいただきたいと思います。砂塚森田さんおはようございます。ということで、今日も皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さん、清水さん、ありがとうございます。じゃあね。